描いていく未来のストーリー、キャンバスの上筆を走らせ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたわです。今日紹介するおもちゃは列車合体シリーズ特急列車7カーキャリア列車です。前回のタンク列車に引き続き、今週はこのカーキャリア列車も発売されました。カーキャリア列車が発売されたことによって、いよいよ2号ロボへの道がちょっと近づきましたね。そちらもすごく楽しみです。デラックス特急号と列車合体します。背面はこのようになっています。それでは早速箱の中を開けます。おー、かわいいこれ。先頭車両と後方車両に分かれます。後方車両のジョイントを起こします。先頭車両にくっつければ、カーキャリア列車の完成です。この赤や青のもの、これは車です。説明書ではこれが赤い車、こっちが青い車。で、下のところによく見ると、黄色、緑。後方車両にはちょっと見えづらいんですが、ピンクの車が入っています。ちなみにこの赤い車だけ取り外すことができます。ちっちゃいですね。特急車のマスクの部分に似ていますね。結構ポロって取れるんですよ。それだけ心配ですね。カーキャリア列車にはここが展開するギミックがあります。このスロープが降りることにより、先ほど取り外したこの赤い車、これがこのスロープを伝って、こんな風になんか落っこちてる感じだったんですけども、降りるような遊び方ができます。今までの列車は同様、先頭車両にはここに、後方車両はここを展開すれば、特急列車シリーズと連結可能です。次はカーキャリア列車の先頭車両を使って特急チェンジャーで遊びます。まずはボタンを押さないでそのままセットします。カーキャリア列車。発車のお部屋に下がってお待ちください。次は召喚遊び。最後は召喚遊び。今日はピンク列車を使って特急5号からカーキャリア列車へ乗り換え変身させます。特急チェンジャーでの遊び方はこんな感じです。そして最後はカーキャリア列車を特急号へ合体させます。今までの特急列車たちはひたすら腕に取り付けるだけだったんですけども、今日はちょっといろいろレビューできそうです。まずはイエロー列車のこの先頭車両を取り外します。そこにカーキャリア列車を取り付けます。そしてこのスロープを展開すれば、完成、特急オーカーキャリアです。ひたすら腕が長くなった感じですね。どんな必殺技を繰り出すんですかね。前回紹介したタンクキャリア、そして今回のカーキャリア列車、そ
それぞれの先頭車両にヒンジがあって、このように展開します。カーキャリア列車も、ここいかにも動きそうな感じですよね。お、お、なんでしょうこれは。すごい楽しみですね。こんな風に並べるともう胸がワクワクしますね。それからタンク列車のこの部分、これがこんな風に稼働します。カーキャリア列車の反対側にも同じようなジョイントがあります。さらに後方車両にはここに何かのスイッチがあるんですよ。これを押しながらをこういう風にやると曲がるんですね。お、お、特急王の脚部のここ、これぴったり合いそうですよね。お、お、こんな風になりました。これは何なんですかね。ちょっと白々しいですかね。すごい楽しみです。もうついでに今持っているもので楽しむとするなら、こんな風にできます。早く2号ロボや強化合体していきたいですね。今後がますます楽しみですね。というわけで今回のカーキャリア列車のレビューいかがだったでしょうか。いつもコメントや高評価、チャンネル登録などどうもありがとうございます。これからも特急ジャーのおもちゃや仮面ライダーガイムダノのおもちゃを超特急でレビューしますので、どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。オタファでした。足みたいですね。てか足ですけど。